中国化は一つの国家、または民族が言語的、文化的に中華文化に同化される。特に中華民族の根幹をなす。漢民族が周辺民族を同化及び融合する過程を指す。漢化やシニサイゼーションとも言う。中国化は中国の歴史において絶え間なく発生し、中国の歴史そのものとも言える。漢族は高度な政治、経済文化、 優越な地理条件、圧倒的な人口の優勢を持ち、それゆえにこの民族融合の過程の中核的存在であり続けた。中国歴代政権による支配地域の変遷一部の西洋国家や、チベット亡命政府は中華人民共和国が、チベットの統治に、看護教育の推進、寺院の破壊、漢族チベットへの移民の推奨などの同化政策を、 行っていると非難している。これに対し、中国政府は、自国の統一を保ち、分裂を防ぐことを最重要課題とみなし、チベット文化の破壊は、本意ではなく政策の不全のためであり、その政策も徐々に改善されていると主張している。また、製造鉄道などが建設され、チベットでの大陸同化も促進されている。台湾の住民はもともと、肝心ではないが、 三国時代から、関東省、福建省などから肝人が台湾に移民し始め、漢文化が台湾にもたらされた。また、この過程で、台湾原住民と肝人の間である程度の根欠が進められた。第二次世界大戦、国境内戦に敗れた中国国民党が台湾に移動し、中国化が1990年代まで国民党政権によって強制された。 2000年頃から中国化という単語は台湾の政治において中国大陸が台湾に及ばす文化や経済的な影響を指す術語として知られ始めた。台湾独立運動を支持する者は近年三通を例に挙げられる中国大陸と台湾間の文化、経済的なつながりの強化は台湾を中国化する手段であり、後の中国統一に道をしく行為だとみなしている。 また、中国化は1990年代以降に台湾で盛んになった台湾本土化運動に代表される脱中国化とよく比べられる。中国化という単語は中国の隣国である朝鮮半島、日本、ベトナムが中国から受けた言語や文化的な深い影響を表すのにも使われる。これらの国家は漢字文化圏に属し、儒教、道教、仏教、文学、 芸術、科学や生活習慣などほぼすべての事柄が中国の影響を受けている。ヨナハジュンは日本史を中国かサイエド時代化という概念をキーワードにして説明しているが、これは普遍的理念に基づく独裁的権力の確立と中間共同体の崩壊を指すものであり、本校記述の中国化とは異なる。新王朝についての中国化については、 議論がある。新し清は1990年代半ばに始まる歴史学的傾向であり、清王朝の満州人王朝としての性質を強調している。以前の歴史館では中国の歴史家を中心に肝心の力を強調し、清志は中華王朝として満州人と肝人が同化したこと、つまり漢家が大きな役割を果たしたとされていた。 1980年代から1990年代初頭にかけて、しかし、日本やアメリカ学者たちは、満州語やモンゴル語、チベット語やロシア語等の漢字文献以外の文献と実地研究を重視し、満州人は、満州語や伝統である記者を保ち、それぞれの地域で異なった体制で統治していたため、長期的支配が行えたとし、中華王朝よりも、 中央ユーラシア的な体制を強調している。満州人の母語は、ある体系言語である満州語であったこと、広大な領域を有した領土の4分の3が、悲観事件であったことなど、新朝は、旗漢以来の中国王朝の伝統を引き継ぐ最後の中華王朝であるという一般に留不している視点は、正確ではないとしている。中国国内では、 新進史の学術的成果は認められつつあるものの、感化を否定する主張については、反対が根強くある。2016年においても、劉富美法が、内陸は寿司家的、新進史研究で、新進史は、内陸アジアという地理的、文化的概念を政治的概念に置き換えたことにより、 中国の多民族的国家の正当性を批判しているとしていることからも、現在の中国においては新進氏の学術的価値は認められつつも、その主張には依然として反対する流れに変化はないようである。なお、新進氏は2003年に中国国務院によって承認された新しきよしとは無関係である。ありがとうございます。